1983年撮影南部縦貫鉄道 D45 系ディーゼル機関車は、かつて南部縦貫鉄道線で運用されていたディーゼル機関車である。一両のみが存在した。1962年、南部縦貫鉄道千引七7個間開業時に運用を開始したディーゼル機関車である。当初は天馬林村で産出される砂鉄を、六製鉄へ輸送する計画があり、 その貨物輸送専用機として導入されたという。1962年日立製作所、傘と工場製で、自長は45トン、車体は突形である。機関は d m a 1 7 s を2機搭載する。ほぼ同系機として、たるみ鉄道 D100 型がある。結局砂鉄輸送計画は実現せず、1日1往復設定された。 貨物列車の専用機関車として運用されていたが、1984年2月1日に貨物営業の廃止以降はほとんど運用されなかったという。現在は旧七個駅構内の車庫に保存され、イベント時に展示されている。1963年に設立された国策会社。1965年の閣議決定で事業化断念。住友大阪セメント 岐阜工場内の入れ替えや、道工場と、垂水鉄道元世紀を結ぶ、セメント貨物列車の牽引に充当されていたスイッチャー。垂水鉄道発足時に、垂水鉄道へ車席編入される。ありがとうございます。